あまりにも普通の RPG 始めましょうか。よくぞ来てくれた勇敢なる者よ OB。 もうすでに聞いてると思うが、改めてわしが説明しよう。魔王が復活した。本人から電話が来たから間違いない。復活した魔王はすでに大陸を165個滅ぼしてしまった。これも本人から聞いた情報だから間違い。なんでそんな仲いいんだお前ら無茶のためだとは分かっておる。だがもうお主だけが頼みだろうな。どうか魔王を倒してきてくれんか。はい、いってらっしゃいあの軽い、お前動かすのえ、こいつはお任せ。お前 OC なの？どんだけ王様分裂すんだよおいこいつが、え、あーこれ何、ハリボテってこと？こっちは、あ、これも、え、お前一泊10ユになります。あ、ユって何？あ、通貨の単位ユなんだ。すごい国だね。まあすごいってか2年に一度の大してすごくね。まあすごいんだけど、2年に1人か。まあまあいる2年に1人の逸材らしいな。もうちょっと選別してもよかったんじゃないかな。聖ならない剣、聖なる力とかはない普通の剣じゃねえか結局。でスキルは主人公補正強くなる。まあでも TP100 貯めないといけないのか。まあでも主人公補正ってのはやっぱすごそうだけどな。で、あの、このゲームのタイトル、あまりにも普通の RPG ってことなんだけどさ、まあいいかも、めんどくさい。今隠れもしてるんじゃ、話しかけないでもらえるかの？打ち首するぞ。え、こいつら全員 O。あ、今隠れもしてん。OE、OF。こいつに至ってはもうなんか理由もなく打ち首にするとしか言わねえんだけどさ、城の外に魔物が生息している。万全を期してから出るといい。万全を期してからって言われてもな、あ、そうか、これ宝箱とか取れってこと？ヒールの焦点に入れた。覚えれないなんで？あ、もう覚えてるからか。え、ってことは仲間になるってことだね、メタ推理すると。で、上は何もなくて、こっちは、あ、敵出るんかいなんで兵士が俺に対して、え、まあ戦ってみるか。なんで兵士が俺に対してさ攻撃してくるわけ？おかしくねえか。ちょ、国の中で統率が取れていない俺なんかさ、クイユって名前、まあ確かにな、俺は何なんだ。まあでも勇者って書いてあるけどな。あの、一応王様から依頼を受けておりまして、ここを取れなければ全てをかける覚悟をしろ。はい。いやだから私王様から世界を救ってくれってお願いされてまして。よーふざけやがって。ちょっと、あ、何あいつの動き。あー、もうちょっといろいろ多い情報が。先手取ったんでまず回復します。諸事情により私死にかけてるんで。で、確か一撃だったよね。あ、違うわ、一撃じゃねえ、二撃か。大して強くないんだよ、こいつらは。こいつらは別に。で、お前はなんな、え、あ、拾うんだ、兵士ってなるほどね、兵士って強くない、こいつ。こいつでよくない俺いらなくね。だからこいつヒーローを持たせたらさ、なんかねえ、戦闘も守りもできて、なんかすごい何これ絶対俺より強いだろ、こいつ。もうこいつでいいじゃねえか。ってか、こいつ連れてったら勝てんじゃね。まあでもその前に一応セーブ、何、もうビー玉なんだ俺たちは俺たちの存在はビー玉みたいなもんってことかそういうことで、俺はもう見ておくで、こいつが攻撃して、ナイス耐え、やっぱ耐えるんだ一撃。いや、でも結局やんけ。あ、俺がヒールして殴るっていう、これで、これで、あー、間に合ってない回復か。あ、でも、ま、待て、回復して、回復することによって間に合わない。くっそ、 TP 溜まってんの200。これで TP を送り出せばワンチャンあったんじゃねえのか。あー、もうでも先手取れるんだよな。先手、くっそ、先手は取れるんだよな。ワンチャンねえかな、兵士の素早さがな。いや、でもなんか何度もやってれば勝てそうじゃない。まあわかんないけど、あの、兵士の TP 技にかけてみたい。あ、あるいは魔法か、魔法なのか。いや違うね。あ、回心来たよ。で、ここでヒール、もう元から耐えるっていう考えで、俺に攻撃が来た時はもうリセットその時はもう潔くゲームをロードするんで、俺にとにかく当たらないように兵士に攻撃しろ。何攻撃かわしてんだ。もそうじゃねえ、今それ求めてないからな。で、スパークも一応確認しとこ、んゴミ何ぞに回収の時期が出る。そしてここだ、皆さんお待ちかね、なんかすごいいっぱい攻撃する、攻撃だー、くらえ、これで勝てなかったらもう無理。何連続
いや、あんま強くないけど、強い、判断に困る。なんかもう、あんま強くないかなと思ったけど、何連続攻撃するんだってくらい攻撃するから、これは強いわ。強いんだけど勝てない。ダメだ、強すぎる。何なんだこいつは。逆にこいつの主人公補正が使えたらワンチャン勝てるかもしれないけど、耐えないんだよな、HP が少なすぎて。なんでこんなボロボロなんや。古代遺跡、ああ、え。いや、 BGM 効果を間違えとるよ。なんで祝福されてんだよ、落とされてよ。おい、なんか、ちょっと敵出るんだったね、そうだったね。まあ逆に言えばレベル上げできるとも言えるぞ。ここでレベルが1上がれば世界が変わるかもしれない。まあそんなに普通にレベル上がった感じだね。そこは普通なんだ。いや、あまりにも普通の RPG、そうだな、間違ってないよな、タイトル通りだな、何を言ってるんだ俺は。バグポーション絶対使えねえだろこれは。そう、別に普通だよな、普通にレベルが上がっていく感じ、そこはまあ普通なんだな。そっか。まあでもちゃんとレベル上げていけば、あと5レベルぐらい上げればワンチャンあるんじゃねえか、あいつにも。まあ5レベルじゃきついか。とにかくクユユが、クユユってそもそも何っていうか、そもそも根本的な疑問なんだけどさ、クユユって何。勝手に名前つけられてんだけどさ、ハロルドってわけでも、あ、王様じゃなかったっけこれ。あ、違う、王様じゃねえや、宿屋だ。宿屋いっぱい。あ、ここでもね、マジで将魂たくましいな。そこら中もその辺でだってさ、飽きないしててさ、あとさ、泊まりますかってどこに泊まるんかわかんねえんだけどさ、なんか悪空間にさ泊まらせてくるよなあいつらな。まあでもありがたいっちゃありがたい、どこでも泊まれるとも言える。宿屋がいっぱいある。その RPG はまあチュートリアルその27 26まで全部すっ壊されて、フィールド上で何かのボタンを押すと左上に地図が表示される。されないやんけ。何かをって何？てかそもそも何かって何？すげえアバウトな概念持ち出されたんだけど、いろいろ押してたけど今一向に表示されないけどな。まあ、とりあえずなんだこれは。積みテントって何？あ、積んでんだねこれ。しなびたトマトって何？しなしなだ。死ぬじゃねえか。何度でも使えるじゃねえかバカ野郎が。どうせ待ってたら死んだんだろ。セーブしときゃよかった。そうか、大体このゲームのことが分かってきたよ。みんなごめんな。俺勘違いしてた。なんかタイトルがあまりにも普通って言うから、なんかちょっとなんか俺勘違いしちゃった。ごめん。セーブしなきゃダメだこまめに。あ、いや、別にRPG はそもそもこまめにセーブしなきゃダメなゲームなんだけど、なんていうか、その度合いが危な。これさ、入りたくなっちゃうよね、建物って RPG だと。でさ、セーブしたから一応入るけど、これこっちな。はそうだね、そうだと思った、絶対そうだと思ったわ。なんか一瞬ワンチャンなんかあるかなと思ったわ、音消えたからさ。ああ、いい加減にしよっかね、そろそろ。てか、まあそろそろ普通になろっかね。今んところ普通の場所がないんだよね、一箇所もね。てか意外と勝てそう。っていうか意外と勝てそう。あー、勝っちゃった。これにてかん。もうこれで終わりでいいだろ、エンドロール流れていいだろ。俺魔王倒したけど、まあ終わるわけないんだよな。普通にいい経験値普通にいい経験値もらえるわ。こいつでレベル上げしような。こいつでOK、 レベル上がった。城内にいる兵士と違って結構いい経験値くれるから、序盤いい感じでレベルがすぐに上がっていく。だまずはここで魔王狩りして、魔王狩りして誰を倒すっていうんだよ結局。結局さ、俺たちは魔王を倒すために旅に出てるんじゃなかったのかい。この魔王を倒してレベル上げて結局誰に挑むんだ俺は。だから旅の目的がもう分からなくなってきてる。もしかしてさ、城っていうかもうテントなんだね俺たち出てきたの。テントのさ、古代遺跡か、古代遺跡の中にいるさ、当選簿してるあの兵士倒せばゲームクリアってことでいいか。なんで奥に重なってる。横に並べ。なんで奥行きがあんだよ。奥で並ぶな。呪われてない、え、祝われてる。トロッコを呼ぶ笛、絶対呼んだらし、え、当選簿されてる。あー、携帯宿屋を手に入れ、これでどこにいても宿屋に泊まることができる。原理はわからない、俺も知らない。それはもう誰にもわからない、おそらく作者もわからない。
今回は、あ、今回もなんかよく見ると後ろにいるね。うん、なんでお前たちはそれでなんか縦に重なるんだい。なんか横に並ぼっかね。普通の RPG ってさ、あの横に並ぶのね、あまりにも普通の RPG ですよね、このゲームね。もう名前からしてさ、ってこれとか調べたら大丈夫、あれがセーブしょ。なんでこんな平和なさ BGM 流れてんだ。絶対にやべえからなこれ。吹いても何、怒らんのかい。なんやこれ。あ、まあでも多分あれだな、イベントアイテムなんだろうな、どっかで。なにこれ、あー、なに、普通の敵現れた。普通の敵ってなんだ。普通ってなんだ。もう分からない俺には普通の概念が。これも言うて普通じゃない方だからな、言っとくけど。普通のこの先はすごくやばいからいいかな、他いいよ。あの普通の RPG において、まあ、これも普通の RPG だからややこしいんだけど、あのなんて言ったらいいの、一般的な RPG において、一般的な RPG において今の敵も普通じゃない方ではあるが、まあでもこのゲームの中では普通の方。え、あのなんか急にあのなんか時を超えたというか現代的になってる感じ。ん、あ、エアポートなんだここ。でなんかこっから大変みたいな、なんかすげえ危ないとかって聞いたけど、敵は一切出ないし、は？え、何？あ、敵出るんだ。やばいなこれな。え、でも一撃耐えた。耐えたらワンチャンあるんじゃねえか。あ、これどうしようかな。いや、回復する意味あるかな。これさ、どうせさ次でさ回復量、あ、すいません、あのすぐこのシュートで、あ、ありました。すいません、本当に失礼いたしました。あの本当すいません、あの様子とか見なくていいんで。あ、ほんと申し訳ない、すいません、ちょっと間違え、道間違えちゃって、ちょっとなんかもうあの家間違えちゃいました。すいません、なんか友達ん家に似てたもんで入っちゃいました、間違えて。すいませんね、本当に。なんやあの強さは。あの強さおかしいやろ。あのなんか当選もしてる理由、あのなんだっけ、兵士、あいつの比じゃないレベルっていうか、もう攻撃が通ってるのは何体な、これは2体かな。え、これさ電気、あのスパークとかって全体攻撃なのかな。でもな、ダメージがな、ダメージ量がな、しょぼかったから、結局、殴るとか、おー、ナイス返しの一撃にいるんだ。結局、殴ってんのが一番効率よく倒せそう。ここ、あー、調べるべきではなかったけど、好奇心を抑えられなかった。あのさ、あんまりさ、調べれないんだよね、このゲーム。あの、一般的な、RPG と違って、こったらここのくぼみとか調べたくなるじゃん、普通は。でも、調べたら死ぬ可能性がある。命は、やっぱ大事だから。で、比較的まともな方の敵、こいつ経験値うめえんだよな。めっちゃ弱いのに。あいつこそさ、あの、重なって出てきて欲しいって言ってたら5人現れた。いいよ、それを待ってたんだよ。こいつめっちゃ経験値おいしいから、そういうの、そういうのいっぱいちょうだい。あごめんなさい、二度と出てこないでください。あのまさかね、お前なんか打たれ弱い割にさ攻撃全振りとは思わなかったよ。あいつら出てきたらどうしていいの俺。ねえ、あいつら出てきたら死だよね俺たちで、ね、絶対勝てないじゃん。まあ、とりあえずさ一旦、ああ、よかったよかった、お前でいいんだよお前で。もう魔王様でさホッとするってどういう RPG だ。一旦ちょっとこいつでレベル上げをもうちょっとしないといけないかもしれない。あのこの世は本当になんか俺の想像を超えてくるような出来事ばかりで、気づいたらなんか HP も増えてきたね。そろそろさ、あの城の門番倒せんじゃね。あとさ、今手に入れたこのヒールゾーン、これをまあクユユだよな。で全体だよね、そうだよね、うん、これって兵士でアタックしてもらってバックアップで、だからお前はもう後ろにいろ。どう考えてもこれが並び順正しいだろ。そんでまあ魔王を倒してレベル上げすると、まあこのゲームではもう魔王はレベル上げ要因だから、あのスライムみたいな存在だから。でここはまた何、この先はそんなにヤバくないから行ってもいいよ。なんで上からなんだてめえはよ。俺がさあ、ちょっとその前に、あーてかまあまあこいつはとりあえず倒して、そろそろ勝てんじゃねえかこいつにもよ。あの道中で一応レベル、また1レベル上がりまして、兵士のまあ最大 HP が918。こうなってくれば、しかもこいつなぜか知らないけど兵士ばっかり狙ってくるから勝てんじゃねえ今なら。レベル上がったことによって、で一旦目こいつ防御もありか、クユークユータン、あーこいつなんで今度はクユータンばっかり、なんで
さっきまで兵士ばっかり狙ってきた。こいつもしかしてさ、あの後ろを狙ってくる。あ、そういうわけでもないのか。たまたまか。ちょっとこれさ、クユーをあのなんとかして TP100 まで貯めて、クユーのさ主人公補正っていう TP 技、あれでなんか未来を変えるっていう話はないか。どうせさ、あのさ兵士の TP 技使ったとしてもあんまり強くないじゃん。あ、でも今だったら基礎攻撃力上がってるからワンチャンあるのかな。とりあえずクユーが溜まったんで、これ使ってみよう。これですごい主人公になった。これどのくらい強くなったんだろう。人参のさ、いやあんま強くなっとらんやないかい。人参のなんかアイコンが出たからさ強くなったのかなと思ったけど、攻撃力がバカみたいに上がってる。あー、まあちょっと多少なんとも微妙ななんか性能ですね。でこっちが溜まってと、さあこっちはどうだ。基礎攻撃力がだいぶ上がってるんで、この連続、何連続攻撃か分かんない連続攻撃、一撃一撃が重くなっている。あー、でもそんな言うほど変わらないか。まあでも倍ぐらいにはなってんじゃねえの。まあだけど全然ダメ全然勝てない。なんでこいつ、どうやったら勝てんだ。だいぶ与えてると思うけどな、ダメージな。いやー、まあ殴ってヒールゾーンか。でもさ結構さ回せてるから。あ、でも MP がもうないか。回心ナイス。ダメなのか。こんなに強くなってもまだ勝てねえの。一旦ヒール自分、ヒールでちょっと一回立て直してもらって、主人公補正かけたのに、あ、普通の主人公に戻っちゃった別に大して変わってねえよ。主人公補正って言うけど、もう殴るか。で、まあ、あー、ついに。このバグポーションって何なの、まあ、使ってみようか。え、あ、単体じゃないんだ。あまあいいよ、どうせ勝てないと思ってたから。どうせロードだわこんなもん。じゃあこっち行きましょうか、おとなしくね。フィールド1。でも急に雑になった。あ、森だったんだ。森だったりエアポートだったり。高い場所によって高さ、値段そんな違うんだ。携帯宿屋は高っけ。携帯宿屋消耗品じゃないのか。まあでも携帯だから、あの今更ね。え、ちょっとね、ちょっとなんか透明人間がいっぱいいる。ちょ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 、あ、なんかよく見たら足だけ見えてる、上の方に。無理無理だこれ、ね、急に強くなりすぎじゃない。あの食いつくのやめてもらっていいですか。でこっからだだからさ、いつもの2倍セーブしろっつってんだろうがこのゲームは普通じゃねえんだから。普通のゲームって書いてあるけど、一般的なゲームと比べて、あ、そう、左にはぼったくりがいるだけだ。でクユータンがなんか知んないけどさ、クユーって名前さ、タンつけたくなるんだよね、無性に。クユータンってなんか言いたくなる。 この気持ちは何なんだろう。あ、こっち安いんだ。止まっとく、せっかくだから。あの道中でクユータンが1レベルまた上がりました。で、あのこまめにセーブしましょう。あの一般的なゲームと比べて、まあ約3倍から4倍ぐらい。どうやら逃げずに来たようだな。何の話どういう歩き方をしているんだ。あ、そっち行くんだ。あ、俺別に関係ない人なんだなんか俺のこと呼ばれてるのかな。あ、ちょ、なんか一瞬だけ。その勇気だけは褒めよう。だが貴様の勇気なんて誰だお前は。明日の天気は曇りのち雨でしょう。あー、なにこれ、勝てねえお天気キャスターみたいなさ、なんかやつが現れたけど誰。なんかしれっと魔王混じってるしよあのな、こいつがやべえ、男戦士こいつやべえから。いや、これ勝てなくないっていうか、こんな多勢に無勢でさ、無理だろ。あ、でもワンチャン、ワンチャンあるか。いや、でも今の見ましたか、あまりの防御力の高さ。だから無理だろこれえ、ここ、え、これ負け部じゃないよね、これ倒さなきゃいけないってこと。嘘でしょね、嘘でしょ。あー、びっくりした。なるほどな、だいぶレベル上げをしなきゃいけないみたいだな嘘だよね。あ、また上にいるぞ。なんか上の方にあの足だけ見えてるやつと影だけ見えてるやつがいるから、これ実際は3人いると。でまずはこいつを落とす。こいつが一番大事。そう、こいつの攻撃力がえぐいから、開始の一撃も誰を倒したか分かんない右上の影を倒しまして、あ、やばいやばい、こいつ強すぎる。ちょっと待って、こいつやばすぎ。あぶねー。あ、でも HP は少ないんだ。だからやられる前にやれば、でここの
あの破格の10ゴールドで泊まれる宿屋、ここで野宿しまくって、結局野宿するんだったらこいつらにさ10ゴールド払う意味なんなの？どうせだって宿屋って言うけどさ、何も建物ないから野宿だよね。だからここでさ10ゴールドで破格の宿屋泊まりまくってレベル上げしまくってってやってれば、これレベル上がってくんじゃね、ボンボンで。レベル上げまくった挙句になんか覚えたよ。こっちじゃねえのか。兵士がどんどん強くなってく。炎の剣、なんかやばそうな覚えた。しかもなんか使い勝手良さそう。 MP だからすぐ使えるし、全体だったらめっちゃ強いぞ。わかんねえけど、じゃあ一回使ってみようぜ。この辺で適当に、ちょ、不意だけつかないでね。不意つかれると俺死んじゃうから。あと、あとスライム、出てきたね。 OKOKOK。 これね、あ、単体か。単体はな、魔法使いで倒そうか。で、こいつ倒しから魔法使いに弱っ。ふざけんな、なんか強そうな覚えだと思ったらゴミじゃねえかこれ。おい、まあもうクイユータンがやられちゃう。もう油断したらすぐクイユータンが倒れちゃうんだよ。で、俺たちさ、あの戦闘服のさ直す術がないんじゃないかな。宿屋で戦闘服のって治るの？あ、治るんだ。だったらいいや。そのための宿屋なのね、こんないっぱいあんので。こいつ何？こいつの謎がわからないんだけどさ、まあ、とりあえずじゃあここでレベル上げしますか。 OKOKOK。 だいぶこいつらのことが分かってきたわ。あのこいつらの怖いのって戦士と魔法使いなんだよね。戦士の有り余る攻撃力とこの魔法使いの魔法、これが怖いだけだから、先手でこいつらをこうやって倒して、残りの弓使いは大して強くないのね。で、こうやって安全に処理すれば大してダメージを食らわずに倒すことができると。で、兵士のレベルも8まで上がってだいぶ強くなりました。で、この状態で全回復してと。さすがに 2,3 レベル上げたんじゃないので、お金も1228あるけど、これ使い道が全くわからない。今ならさすがに勝てんじゃねえか。さあやりようか。まず脅威になるやつから落としていく。弓使い、魔法使い、あとは戦士で、魔法使いをクユーが、クユーが一番素早さ高いから、こいつが先手で、弓使いに先手取られたけど OK で、魔法使いに先手取れば OK。 この二人が脅威だからこいつらを落とす。で、あとはよくわからない、雑魚戦で出てこなかったから英雄はスパーク打ってくるのか。あ、でもそんなもんか。じゃあまあ弓使い打ってほしいから落としちゃって、オッケーオッケーオッケー、落ちるね。で、一回回復に入った方がいいかな。で、まあ魔王も鬱陶しいから落とすか。 HP が低いの分かってるやつだから落としていって、前のあの二人は HP すげえ高いかもしれないから、ちょっと未知数なんで一旦置いといて、魔王を倒して、これで次魔王落ちるはずだから。で、クイユタンは定期的に HP を回復しつつ、オッケーオッケーオッケー、レベルさえ上がっちまえばこっちのもんなんだよ。どうした、さっきまでの威勢。ああ、なるほどね、ガードしてるのかこいつは。まあでもどうなんだ、まあ英雄から落とすのかな。あ、身守ってるわ、すげえ。ナイス会心、ナイス会心。あ、やべ、こいつ、まあでも会心2連打入ったからもうちょっとなんじゃない HP。 畳みかけろ、畳みかけろ。なんかめっちゃやべ、主人公個性あんのかお前にも。あー、ちょっと待ってください、全部上がんの？なんか俺の主人公個性と違くない？お前これゴミなんだよ。これさ、もしかしてさ、あの相性が悪かっただけ説ないか。あの魔法使いだったから使った相手がなんか炎耐性が、お聞いてる、聞いてるんじゃね、これとか強いってことあるな。ただちょっと待ってください、敵が強くなってきて、ただ主人公補正俺も撃てる。ちょ、一回お前甘えてくれねえか。甘えてくれねえ、甘えてくれねえな。くっそ、これやっぱ右から落とすべきだったんじゃねえのか。まあでもあいつ、あ、なんか身を守ってるだけで何もして、これなんでそっちに攻撃してる、間違えてんじゃねえ。あ、 TP が溜まりましたよ皆さん、こういうこと。あ、なるほど、全体なんだ。でもヒールゾーン一緒ってて、で、これで基礎攻撃力が上がりまくった。
これの何連続か分かんないけど、しかも会心率がすげえ高いんだよねこいつ。オッケー、こんなもんよ。レベルアップちゃんとすればな。いかにあまりにも普通の RPG といえど、そこはやっぱりちゃんと一般的だからね。ちゃんとレベル上げさえすれば勝てるように設計はされているんだから。そうじゃないとゲームとして成り立たねえんだからよ。そこはちゃんとしてるわけよ。そして主人公補正が乗った。クイユの凄さがわからないまま終わってしまったけど、まあ経験値がすごいありがてえ。一応何だったの約束って。何にも知らされてなかったけどな俺な。でなんで学校、俺たち学生だったの。トロッコを呼ぶ部屋もういらねえんだよ。あんま大人怒らせんじゃねえぞてめえこの野郎。まあ大人っていうかもう俺王様だけどな俺一応王様だけどな。あんま王様怒らせんじゃねえぞ。強くなった俺たちなら、おー調子いいぞ。ダメージが普通に通ってるって、まあ、敵のダメージもすげえ相変わらず。だがこれなら回復が間に合うんじゃねえかおい。どうしたどうした、そんなもんか。うん強いね相変わらずの強さだ。だがこれならワンチャンあるんじゃねえか。こっちのダメージも結構通ってるぞしっかり。毎回245ダメージ、いいダメージが通っている。そして TP がたまるのは分かってるよな。 TP がたまった時がお前の最後だ。ただあれ強いのかよく分かんねえあれ結局強いのかよく分かんないんだけどさ、まあ強いか、うん、まあ強いか。何連続攻撃か分かんねえからな、あれな、数えてねえけど16連続攻撃ぐらいしてるよね多分ね。で結構会心乗るからこれな、使ってみよっか。こっちよりもクユータンの技の方が使いたいんだけどな、 TP 技。さあどうだ、会心が結構やっぱと入るから、うん、まあやっぱ強いな、うん、やっぱこうやって見ると強いな。今のもなんか400ダメージぐらいか500ダメージぐらい与えてるよね。でクユータンのもうなぜかタンとつけたくなる、何なんだろうこのお気持ちは。クユユっていうそのなんか名前の響きがさ、なぜかタンをつけたくなるんで、もう自分で自分がわからないんだけどさ不思議なんだけどさ。でこれ強くなったクユータンのダメージがそうでもない兵士の普通の攻撃とあんま変わらないと。だったらこれでいいよねってなっちゃうんだよな。だから主人公補正っていうけど別に大した補正ではない。まあだけどこれ使ってヒールゾーン使って、だけどだいぶ延命できてるし、だいぶダメージももう与えたると思うけどな。これでもまだ倒せないか。ここ畳みかけろ、いけ1枚、おっしゃやっと倒した。なんか覚えた、特に何もないんだなんか言えよ。ゼプロスティール、全体攻撃をついに覚えたんだけど、80っていう破格の MP 消費量。え魔王いる、もしかしてここラスボス戦。でもお前雑魚戦でよく出てきたよね。魔王を拾った仲間になるうん、だったらまあ早めに来て正解だったな、うん、あの魔王もね育成していかないといけないからね、うん、ちゃんとな魔王な、こいつなちゃんと育ててな、うん、育てて俺たちは一体誰を倒す旅、俺たちは何の旅に出ているんだろうな。マヨネーズ味の聖剣、お前聖剣装備できんの。マヨネーズ、マヨネーズ味のっていうかもうマヨネーズなんだそれ、聖剣じゃなくて先生きり一人の逸材本当に逸材じゃねえかこっちはよ。まあ、魔王だもんなそらな魔王様だもんな。なんかステータスもなんかレベル1じゃ思えない強さだったしな。こいつをじゃあ育てろってこと。こいつ育てればさ、あのなんか生き散らかしてたドラゴンだ、あいつにも勝てるんじゃねえかおい。で気をつけろ、あのこれ道中、あそうだ、魔王様を倒して魔王様を育てよう。この道中の雑魚敵を倒してな。おやるじゃねえか魔王様、レベル1でその強さ。てかレベル次いくつ ?47 か。で気をつけてねここね、あの何度も往復してて気づいたんだけどさ、あの落ちる穴がさあったじゃん、あのでっけえところだけじゃなくてこういうひびみたいな、このひび、このひびわかる、これもさ落ちるのよあのこれは落ちねえだろうなと思ってたらさ、あれも落ちるんだよね。結構シビアっていうか。でここで回復して、こっからまたさすげえ敵強くなりそうだな。その前に魔王様仲間にしようって正解だったな。これでこっから先は未知数だからね。あとなんか左にいるスライムとかも、何これ何これ、あー
お前ら浮かないの？いや空に浮かない、船じゃん。じゃあ実質こいつらめちゃくちゃ空飛びそうな見た目してんのに、お前船だし、これ船だとしてここで行き来して何があんの？この空間をさ行って、お前らの存在価値は何なの？神ね、魔王の次は神が出てきたよ。俺たちは一体な、誰を倒すための、一体俺のラスなんだこれは本当になんかもう覚えてる技も魔王様じゃないかこいつ。ディストピア、もうすごいもんエフェクトな始まったようだなおいちょっと待って、これえ魔王様レベル上げ、しかも今のやつめっちゃ経験値くれたし、えこれ魔王様レベル上げしてたら無敵になる。ああびっくりした、イベントが始まったかと思ったら、ここね、俺ね右行けばいいの？今のいるかあ、で、あ、なんかいけるよ、なんかいけるけど嫌な予感、しかし神だ、なんなんだこの神はよ。でもディストピアで一撃なんだよね、普通に美味しくないこれ。しかもついに先手取れるようになったし、魔王様のレベル上がって、これな、ノーリスクでさガンガンレベル上がる。えやべえ、ここで魔王様のレベル神様狩りしてさ、ここで魔王様のレベル上げまくったらめちゃくちゃ強くなれるじゃねえか。しかもさ、結局さ、あのなんかよくわからないスライムの場所行けないっていうあれ左側にあったよな、あれな、左側行けなかったよな、あれ結局何だったんだ。てか MP 消費量が激しい、やべえ、もう MP つきそう魔王様あの一回ちょっとやべえ、止まれてるな、あんなにさすげえ、あのあ、いっぱいいるわあんなにいたのにいなくなったと思ったらとんでもない数が現れた急に。ここ500円か、ここはここも500円か。トロッコ呼ぶ部屋もいらねえっつってんだろ、あれ意味あんのかマジで。こんなよね、何もね、な俺いっぱいいても結局全員500円だから関係ない。ハイヒールのショー、はいだよ、はい、ハイヒールはやっぱクユータンじゃない、そこはやっぱり。てかもうどう考えてもクユータンがさ、これ僧侶扱いなんだよね、こうだろいやまあこうか、さすがに。まあ、まだ魔王様育ちきってないからこうか。でお前らは全部500ユーなんだよね、だったら分身する、分ける意味なくない。でお前なんか危なそうだから最後に話しかける。宝箱、あしかもクソ強えじゃねえかこいつ、何これ、お前一番弱えじゃねえかクユータン結局。であとここな、うーわこれ意味ねえのに1000ゴールドもすんのかよ。え、これめっちゃいいの売ってる、やべ、てかマヨネーズ味の聖剣売ってるちょっとマヨネーズ味の聖剣を買うべきだよな、これ2個買おう。とりあえずあのもうこの世界防具が売ってないので、安っお前らの装備、初期装備で、あとなんかこの神速の指輪とかさ、魔導の指輪、再生の指輪とか、これ欲しい。ああマイナス500って何、お前ら何を装備してる、何も装備してないよな。最速になる代わりになんかものすごいデバフが見えたけどな今な。マイナス500ってなんだ、それ最速になる意味ねえだろ。重要なことを教えてくれる老人、わしが重要なことを教えよう。魔王はどこにいるだろう、俺たちの後ろによ。はるか南の魔界とつながる大穴がある、大穴に入ったものはあんまり帰ってこれないって、あんまりなんだ。あ、まあ、じゃあ多少は帰ってこれるんだね。魔王がいるとすればそこじゃろうな。お金が稼げる場所、お金なら北にある雪の大陸がおすすめじゃ。そこに出る魔物はお金をたくさん落ちる、それに見合った強さも持っておるが、のいい装備を落とすやつがいる。南西にあるね、ドラゴン、あ、南西のドラゴン、あいつ武器落とすんだ。ドラゴンだけあってもちろん強いから行くときは覚悟を決めて、でも今の俺たちならワンチャンあるんじゃね。まあ、とりあえずお金が欲しくなったら北だっけ、お金が欲しいときは来た。で、ドラゴンはワープでいけるから、装備を整えたいときはドラゴンね。まあ、まずはじゃあドラゴンか、お金か、お金かな。ちょっと北が気になるな。一回ちょっと、ここだとちょっとあれだな、500ユーだから回復もできねえな。一回外出てみるか。てか、思ったよりも本格的な RPG。あんなになんかボケ倒してたのに、あの最初の感じからは想像もできない。意外と作り込まれてるっていうね。もう嬉しいのか嬉しくないのかよくわからない感情に。あ、なにポイズン戦士新しいのあるんだよ。まあとりあえず
あの魔王様がうちの魔王様が、あのとりあえず魔法を使っちゃえばもう終わりなんで、あのすいません、なんかあのいろいろやってるとこ悪いんですけど、あんま強くねえな宝箱、あのこのディストピアで、あのまあ終わりなんで強すぎないか。てか宝箱あんま強くなかったな。 HP、 あでも HP の伸びすごいんだ。レベル1上がっただけでこれだもんな。 HP バカなんだ。防御力めっちゃ高い。あなるほどね、タンク役か。わかりやすいタンク役だな。擬態、宝箱のふりをして敵の注意を引く。行動できなくなるけど防御力と魔法防御力が上昇する。ちゃんとなんか RPG してるわ。味方全体回復、もうちゃんと RPG してるこいつの使い方とかもさしっかりしてるし、でこいつでだからタンク役して、でこいつはしかもあのだあのダメージ受けて TP が溜まったら回復役にも回れるよみたいな、ちゃんと役割があるもん。なんか適当に作られてない、意外とちゃんと作られてる。だからこれはバカゲーの皮をかぶったバカゲーだな。おいなんだこれ。だから即死やめてもらっていいかな。あーもうここからなんだまあ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 いいでしょう、1戦闘分消えただけなんでね。ここはダメと。でやだやだ、 なんで左寄ってんのお前ら。でこれ防御すればいいんだよな。結局魔王様のディストピアで全部終わりなんで、で魔王様の素早さがちょっと足りないから、そこだね。もっか課題は魔王様の、めちゃめちゃ処理落ちしたけど今魔王様の素早ささえあの早くなっちゃえば、もう俺たちのウィークポイントなくなるんで、そうなっちゃえばね。でここでセーブちゃんとしとこう。でえ妖精がいる、えめっちゃ安い二遊二遊しかかからない。でこの左にいるこいつは敵いやしてんのかよお前なんか喋ろだったら仁王立ちしようぜお前。これで擬態して、でこれディストピアで終わりだから。でクユタンが、これなんか風とかさ属性一緒だからなんか効かなそうだよな。まあ防御かな一旦な。まあクユタンも結構後方支援系だから、あれ全然強くないじゃん。で擬態して宝箱の振りをした宝箱の振りっていうか宝箱だけどねお前ね、うん、お前名前ミミックに改名した方がよくねえか。強い、ただ落ちない、なかなかやるじゃねえか。一撃で落ちないだと、ならば全力で相手してやろう。まあ防御でいいかな。クユタンこれさ防御で TP がたまらないんだねこのゲームね。なるほど、お強い強い強い。シェノの証、これで今日から君もシェノだ。まあ4つ集めるってことかな。んであれこれがあるだけ、迷いの森星5。ちょっとねここでここだけだよね大陸、この大陸って他なんか行けるとこってないよね。ないよね。あ、ないね。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、どうやってさ、あの、北の、なんか、あの、なんてね、こいつらは防御で、これを撃てばいいんだったな。そう、オッケーオッケーオッケー。あの、北のなんかさ、雪原地帯とか、あとなんだっけ、ドラゴンがいる、あ、まあ、ドラゴンがいる場所はあれか、ワープで行けるからいいのか。え、なんかさ、てっきりあの船みたいなのが、船だか飛行船だか手に入るのかなと思ったんだけどな、ここで。それで一気になんかワールドマップいろんなところに行けるようになるから、あのジジイがいろいろ説明しててってことかなと思ったんだけど、そういうわけじゃないのか。まだなんか奥行きがありそうだな。こっからなんかじゃあまたワープがあって、で北に行ける。四天王普通に出てくるじゃん敵としてこいつ大したことないの。しかも HP 量的に畳みかければ結構いけたよな。ワンタンキルあるか、かあの畳みかければ。あやべえそれ全体攻撃やばい。あーでもそんなもんなんだこれ。なんか畳みかけたら多分ワンタン、ええあシェンの流しいっぱい手にあるじゃねえか3個えどういうこと。でもパチモンだよな。なんかさっきささっき戦ったシェンの方が強くない。なんて言ったらいいの、そのこの四天王、雑魚敵として出てくる四天王よりも、てかお前らさ、多分これでワンパンだよな、さっきのやつと違って。さっきのなんかさ、あのちゃんとなんか、なんて言ったらいいのかな、ワールドマップに、その、グラフィックがある、そのなんか妖精のグラフィックの話しかけることができる、あいつの
四天王とこの雑魚戦で出てくる四天王 HP の量とか明らかに違うし経験値も違うよね。ちょっと説明の仕方が難しいんだけどさ、どっちも名前が四天王だから回復しておこう。で迷いの森っていうけどめちゃくちゃ右に行かされただけだったけど、でもなんか左あの上にも行けたんだよな途中でな。防御防御ディストピア防御と、こいつらもさまあめんどくさいっちゃめんどくさいけどレベル上げにはなるよな結構な。ただあれなんだよ、魔王がさ素早さが足りてないから先手が取れないから毎回これ食らうのがちょっとだるいけど、だからどっかのタイミングで魔王の素早さが敵の素早さを上回った時もう完全に処理とかすから、そうなると雑魚戦めちゃくちゃ美味しいってなるんだけどな。あ、これあれだわ、ループしてるわ。でこれ下行くと戻るから結局そうだね、これループしてんだよな。だからここの上に行くんだ結局、ここ行くしかねえんだ。でこの先がそしてまたレベル上がるし、これ左右左か。あでもなんか前の森って言うけど結局一本道なのかな、そのあのさっきのループゾーンを越えちゃえば。あ宝箱、どんどん俺たちの強さが、そしてトロッコ呼ぶはいらないけどまあいい目印になるなこの宝箱が。なんかレベル上がってく割にはみんななんかもう新しい技あんま覚えなくなってきたな。魔王に至ってはなんか最初から一個も覚えてないし、新しい技一個ぐらい覚えてくれてもいいのに。一人の時はタコ殴り、ダメージを受けていないだと。宝箱くん待って、宝箱、あなんかついに覚えた。トレジャーカーニバル、味方全体を蘇生するあじゃあもうこいつ一人生きてればなんとかなるんだ。でこいつのステータスご覧ください、92鉄壁あただ魔法防御がちょっと低いからそこだな。ただこいつさえ耐えちゃえば全員こいつが蘇生、もうゴミじゃねえかこいつ、敵にしたら最悪のキャラだぞ。トロッコを呼ぶ笛そういうことだったんだ、トロッコを呼ぶ笛で、これトロッコを呼ぶことができるからこれで、あここだね、ここ言ってたとこだ、ここで金を、ここ金稼ぎゾーンな。なにこれなにこれなにこれ、ちょっと、ね、一回怖いからまずはあのワールドマップの敵の強さを確認しよう。ここの敵の強さによって、んあなんだおい、あ舐めてんじゃん、おおちょっと強いかなと思ったけど、お舐めてんん強いのかやべ強いかもしれないぞ、ワンチャン強いぞ、気をつけろ、ワンチャン強い、ワンチャン強いから気をつけろ、うわあやばい強いか、強い、うん、強いぞこれ、いやこれ強いわ、やべこれやべ強い、ちょっと落ち着け、やべ強い、やべやべ強い、ちょっと擬態しろ、擬態してでディストピア打ってもう急に真剣になるからやべ強いわ、とんでもない強さだ、危な危ね、ちょっと強すぎる、なんだこいつ、お前敵がむしろ擬態してんじゃねえかよおい、これ鶏に見せかけてクソ強いじゃねえかこいつ、むしろ敵が擬態してる、こいつなんか全然弱くねえ、やべえ実際はやべえ、なんか鶏のふりしたなんか魔王様、中身魔王様みたい な魔王様は俺たちの味方にいるもん、ややこしいんだよどうなっとるんやこのゲームの世界観は、何があまりにも普通やあまりにも常識からかけ離れとるわ、まだ強くないこいつ、どうなっとるんやこいつ、焼き鳥にするぞ、てかもうディストピアもうだから MP なくなるまで打ち続けるかもうこれ、これ置きヒールゾーンかもうこれ怖すぎて、あでも宝箱がマジでいい、めっちゃいいタンクやってる、こいつのなんか物理防御がバカ高いから、でこいつの HP どうなっとるマジで強すぎないか、いくらなんでもこれもうボスやんけ、なんやこの強さは、これなんかさ HP そのなんだお金のために今こいつを倒してるけど、これ経験値もこうなってくるとさ、経験値もこれちょっと楽しみになってこない？さあどうなんだ1200の3500超うめえ、経験値もまあまあ美味しいし、金だ4200だと思う、とんでもねえ、てかさごめんこれさ、このゲームさ最初はさあまりにもさバカゲーのさバカに全振りした、なんだこのネタゲー RPG はと思っていたんだけど、クソ面白いなんだこの意外とバランス取れてる感じ、バカゲの皮をかぶった普通に面白いゲームなんだよねこれね、あるんだよなこういうのがな、
こういうの紛れ込んでるからやめらんねえんだよバカゲ探しはよ。だからバカゲ RPG は面白いんだよな。中にはマジモンのバカゲもあるけどよ。バカゲっていうかもうな、何もうもうなんかもう何っていうのあるけど、たまにたまにっていうかしょっちゅう、なんならそっちの方が多いけど、8割方それだけど、残り2割でこういうのがあるわけ。これが面白い、たまんねえんだよな。普通に面白いんだ RPG として。っていうかもう普通に RPG 作ろう、こういう人たちは。こういう作者さんたちは普通に RPG 作った方がいいと思うよ。なの別にさ、無理にさボケなくても、無理にバカゲーしなくても、普通にその、まあ、ネタゲーでよくない、ネタゲーっていうか、なんだろう、コンセプトがちょっと変わってる、別にボケなくてもいいから普通の RPG でよくない。なんか知んねえけどさ、みんなボケたがるんだよな。まあでも俺としてはありがたいんだけどね、それバカゲー RPG をもう主に投稿してるチャンネルとしてはありがたいけど、まあていうか別に本音を言うと、俺も別にバカゲー以外もやりてえよ正直、ぶっちゃけると。ただなんかバカゲー RPG ばっかり投稿してきた手前、なんかもうあのチャンネルがなんかそういう色になっちゃったせいで、なんかもうあの普通のゲームとか、多分何これ、普通のゲームとか投稿してもあんまりなんか見てもらえなくなりつつあるんだよね。本当はなんかドラクエとかやりてんだけど俺みたいな。本当は俺ドラクエとかやりたいんだけど、あこれがあるからさ、なあ、ちょっと褒めたらこれなんだわ。なんだ20回連続攻撃って急に、なあ、いきなりバランスさ、いきなりバランスを崩すのやめてもらっていいかな。あ、連続でやりだすんだそれを今度はね。あ、今までの全部無駄、今までの戦闘全部無駄。こういうことするんだからね。あ、もうあのちょ、これだけ取って、ずらかろう、ハイすぎるヒル、あと上の方が何もないね。あ、でもあのなんかあれ調べたらなんかあるかもしれない。あ、調べずにはいられない、これ何、何にもない。あー、逃げろ、逃げるんだ。あ、ちょっと逃げれるんだったらなんだ、調べ放題じゃねえかよ、何もないんか。まあ一旦逃げましょう。っていうかさ、別にさ、外でここで出たやつと、てかこんなあるって危ねえわ。ここで出た敵と中で出た敵一緒だったよね。ってことは何、あの20回連続攻撃を低確率で撃ってくるっていうだけでってか、それが全てなんだけど、だから今あのたまたま20回連続攻撃をずっと撃ってこなかったおかげで生きながらえることができたってことでいいか、そういうことだよね。危なかった、超回復ついに覚えたよ。で、まあいろいろ見て回ろうか、せっかく行けるようになったしね。あ、ここに戻るんだ、これ最初の大陸だよな。はい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 、まあ、あのガーッと見ていこうか。で、これが、あ、スライムいるじゃん、そうだ、これ行けるようになったよね。てかまずはこの大陸の敵を見てみよう、どのぐらいの強さなのか。あ、これだけなんだ、このスライムがいるだけの大陸っていうか、まああのちょっと山脈に邪魔されてて行けなかったこの空間。敵出ない感じ？え、敵が出ないなんてことある？今までどこでもずっと敵出てたよね。あ、ここ敵出ないんだ。うわ、出ねえ、マジで。ってことは何？こいつがいる、え？何にもない。何にもありません。調べても何にもかん、あの反応がありませんと。なんや。え、ここドラゴンじゃん。ドラゴンはでもまだ無理じゃないか。いい装備落とすらしいけどな、話によるとな。あまりにも強かったもんね。あ、こことか山脈でこれ邪魔していけない。この空間とか何これ。あ、でもこれは行ったか。いや、行ってなくない？この空間もあれだよね。山脈で行けない部分だから、まだ行ってない。こういうなんかさ、トロッコを手に入れないといけなかったこの空間とかっていうのは、敵が出る！やばすぎる。俺はここで死ぬ。もう分かっている、もう分かっているんだ、俺はここで死ぬ。ごめんなみんな、俺自分のことだから分かるんだ、自分のことだからさ分かっちまうんだ。いやでもな、俺ここで死ぬよ。みんな今までありがとう。どんだけ回復すんだお前らは。なあ、お前らの HP のさ、え、おやー、皆さん、何やらちょっと景色が変わってまいりましたよ。おい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 、どういうことだい。待て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 、まずは手足からもげ、天使からだ。
天使をもぐところから始める。そしてハイヒールと、いいぞ。あ、なんだ、あーそれ毎回打ってくんのか。でも1回1点集中でそいつをやるんだ。そうだ、一番左のそいつをやれば、そいつさえやればいけ。おーしあとは料理していけばいいだけってこと。あとはゆっくり料理していけばいいんだよ。そして宝箱の振りさえしてれば、ハイヒールすごくない？てかハイすぎるヒール。お前今いくつ？なんか1700万ぐらい回復したよな今な。ハイすぎるヒールやべ。そして脅威が落ちました。あとはただのゴミ。あとはこいつをぶん殴ったらば終わりなわけよ。やべ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 。こいつ油断してたら意外とやるじゃねえか。でもそんなもんか。ああ終わらせるか。あやべ終わらせれねえ。あじゃあもうこれでこうで。ちょっと宿屋に行きたくなってきたね。そろそろ宿屋が恋しいな。あいつらあんな定期的に現れたのにさ、最近出てきてくんねえんだよな。で一回ちょっと最初の大陸に、まあトロッコがあればね、いつでもすぐピューって戻れるから、これ打って、こいつの HP えぐいってことないか。なんかワンチャンその説出てきたよな。ドレイン打ってみるか。あれドレイン結局打ったんだっけ。なんかすげえ状況で打ったからあんま記憶が覚えてねそんなことよりもみたいなことが 多すぎて。どのぐらい食らうんだっけ。てかエフェクト一緒なんだ。あー大したことないのか。まあでも吸収するからね。やべ、お前主人公補正持っとるんかい。この世界に何人主人公いんの。主人公いすぎじゃねえか。まあ殴るか。やばいな、ちょっとMP が尽きてきちゃってるからやばいかも。やばいかも。え、負けんの？嘘でしょ。いや俺にはこれがある。頼む、ワンチャンこれで落ちてくれ。頼む。あーもうこれもう弱えじゃねえか今となっては。一撃が弱すぎる。ダメだこれ無理だこいつが強すぎた。いやでもこれ勝てるな。これ魔王様の MP さえあれば勝ってたな。あーここに戻される。まあ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 、なるほどね。あの空間、あここ確か安いんだっけ。あーちょっと自由だよね。 OKOKOK。 これ一回ちょっと休んで MP を回復して、でお金もうちょっと貯めるか。でもな運ゲーになっちゃうんだよな。ドラゴンかな、一回ドラゴンがどのぐらいのあれをもらえるか。ドラゴンから装備をね。まあ勝てるかどうかだよな。その前にまずはドラゴン。なんだこの空間はまた怪しいところでも敵すごい強そうだけど、でもちょっと一回試してみるか。あのジジイが説明してないだけでさ、結構なんかこういうさ、あのトロッコじゃないといけない大陸の出てくる敵が、あお前らか、あー逃げれねえ。格上っていう証拠だねこれね。逃げれないもんな。まあそうだろうな。ちょっとあまりにもこいつら HP が多すぎた。だからまだここには行かない方がよくて、で南に行くとなんかさ魔王なんだよね確かね。あここだ、ここが魔王なんだ。でこれ以上南はないよね。ないね。でここは、ここがなんだ、あれこの空間は、そうかドラゴンか。で魔王城が、あれこっちが魔王城か。魔王城がここかあって、ああれ魔王城越えた、あここだ。魔王城がここだから、魔王城越えた先、ここは行ってなくない。しかもなんか建物あったよね。でもめちゃくちゃ敵強そうだけどな。大丈夫かな。なんかこことかなんかオアシスあるけど、あーなんかあるわけでもないのか。建物がさ左の方にあったよな。なんかあれこれ何これ。ここでエンカウントする敵やばそうだな。こういうのも確認せずにはいられねえんだ俺はよな。あどこまでもな、あの歴代の RPG たちにさ脳を焼かれてんだ。こういう怪しいなんか島とかにさあったよな。 FF8 だか7だか8かもう覚えてねえけど、こういうところにすげえ敵が出たりすんだよ。天国に一番近い島だか地獄に一番近い島だかよあるんだよそういうのが。ナイツオブランドだかなんだか、ちょっと待ってな、海チョコボがなんだかよ。こいつらが出てくるだけか。こいつらはでも強かったけど HP そこまでだったから確か勝てたんだよな。頑張れば、頑張るか。
ただ先手取られた時にまあやばかったりするか。 OK、 擬態が入れば、擬態が入ればこいつら擬態にしか攻撃 してこないはずだから、そうなっちゃえば、えっ、くっ、擬態耐えた。あ、耐えたら勝ちじゃね。だってまあでも一応ディストピア2発で落ちた記憶がある、俺には。でハイすぎるヒールで宝箱で、宝箱に攻撃が集中すれば落ちない。だから最悪ここで落とせなくても大丈夫だけど、多分落ちる。さっき落ちたよね確かね、2発で。だよね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 。オッケー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 。でこいつらの経験値が気になる。うわたまらねえやあ、ここで30時間こもります。ここで俺は今から30時間こもります。よろしくお願いします。 OK、 とりあえず結構レベル上げました。で1万7000お金貯まったんで、一回ちょっとここでさ、この再生の指輪とかいろいろあるじゃん、体力が少しずつか。これさ、宝箱は装備できないのかこれで。マイナス500って何なんだろうな、何がマイナス500になるんだろうな。買わずにはいられない。これ一体何が下がっちゃうの、見してみな。防御力と魔法防御が終わるそれから魔法力がすげえ上がる。これいらねえよこれで、宝箱にはつけれないんだ。あーなるほどね。ちなみにこれ売るといくらになるの。2500ちゃっかり半額なんだな2500円損しましたといきなりね。だこういうのはだからいいんだよね。攻撃回数が増えると噂されているんだ。噂だけか実際のところはどうなんだ。魔法力が上がるのか。まあそうだな。じゃあ魔導の方が強くない。魔導だと、あ、魔導えぐいな。まあ結局じゃあ全員に魔導かな。うん、これでいい気がするな。神速ってこれだってさ、攻撃回数が増えると増えるのかな本当に。ちょっと試しにつけてみていい、アタッカー2だけ。後ろの2人はどっちみちこれ安定なんで、ここはもう絶対これでいいんだけど、ワンチャン前のアタッカーだけは、一回じゃこれで、どこだっけ？あ、これ上から出ねえと。トロッコが上に置いてあるから。あ、でもトロッコを呼ぶ笛があるのか。これ、ちょっと待って。何これ。これ何さっきのところでまた狩り再開しようと思ったんだけどさ。ここ何？てかその前にこの大陸の敵をちょっと調査しよう。大丈夫か、俺たちが行っていい領域なのかここは本当に。あ、でその前にセーブしとけ、危ねえ、ぶち殺される可能性があるぞ。危ねえ、お前らか。でも今の俺たちならお前らもワンチャンあるのかなあ。一番右のやつにはお世話になってるしな。てかこれとかいくら食らうんだろうな。まだ使ったことなかったけどさ教えてやるか、お前らに絶望な。でゼプロ T、 これもな、魔法力が上がった今ならどうだ。なるほどね、2500。あーゼプロ T、 あー右のやつが2900、弱点をついたようだな。そして擬態、さらにエンドフィールド、だから単体。え、なにこれ、なん、わかんない、よくわかんないぞこれは一体なんな。あん、いやこれね、一撃でね両方落としたから強さが分かんなかっただけで、これ連続攻撃だから多分、あのね、ランダムに敵なんか何体かに攻撃みたいな感じの技だから多分強い、おそらく強い。でもクユータンがやることがないな。まあヒールゾーンでもしよっか。まあこの通り俺たちはもう完全に素早さが上回っているので、あ、ちょ、回復量も結構増えてたな。いいね、魔法力上げたおかげで。てかもう固まりそうになってる、危ない、大丈夫か、めちゃめちゃ重たいけど。あー、なるほど、これだったら、あ、何回攻撃するのあんた一体、ね、いつ終わるのこれ、ねえ、いつ終わるって言うんだいおい、無限地獄、あぶねえよ、もうこのままなんかゲーム終わらないかと思っちゃった今何連続攻撃したのねえ、20回くらい攻撃した、多分20連続攻撃くらいしたよね。4000ダメージぐらいってこと。強すぎないか、いくらなんでもいくらなんでも強すぎないか。そしてクユータンの地面に、このクユータンのヒールゾーンの威力も上がっていると。魔法力が上がったおかげで全員強くなってるぞ。そんな中唯一のゴミ、あの装備、攻撃回数が増えるとかっていう噂、本当に噂だった。あれ3、4、
5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、20連続攻撃。あまりにも強い。なんだこの攻撃は。マジでこいつ魔王様じゃねえかよ。そしてこれで倒れないこいつは何なの、何者なの。こいつの HP いくつあんのね一体。今もうだって1万ダメージぐらい当ててるよね平気で。こいつもうこれめんどくさいからさ、あの決定キーを失敗にすれば多分速くなるはず。それでも遅い。おーし26000。まあ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 、あの最初にあの2万2000を見ちゃったからもうあんまり驚きはないけどな。まあそのぐらいもらえるだろうなとは思ってたけど、いいね、こういうレベルのやつらにも勝てるようになってきたってことだよな。そして武器が毒。ちょっとね、これ買った瞬間死ぬ可能性まであるからちょっと気をつけろ。さすがにな、さすがにつ、あ、びっくりした。さすがに、あーあー、うんうん。まあ一応自害用に1個買っとくか。一応な、何かそういう使わなきゃいけない時が来るかも。12万5000円貯めてくるぞ。まあその前にだ、他にも、あおいおいおい、ちょっと待ってください。これ何、これ、攻撃が必ず会心になるだと。お前そんなこと言ったらさ、まあでもな、兵士のあのさあれが全部開始になるからって思ったけど、これさ一撃の攻撃がめっちゃ弱くなるんだよね。だから大して強くないんだよな。それよりも魔王様のこの魔法なわけ、俺たちの強さはやっぱそこなんだよな。だから開始ってそこまで攻撃回数が増える。うん、これもな、俺たちあの物理アタッカーがあんま強くないんだよね。魔法が強いから発生。すごい世界だ。わあ、マジかよ。ちょっと待ってください。これは誰に覚えさせるべきなんだ。まあ魔王様が賢者になる。いやまあでも必要ないかな。それよりもそれに金を使うぐらいだったら今はあ、てかこの聖剣を買ってで攻撃回数を増やせば、あるいは会心を出させて、そうすれば基礎攻撃力がえぐいことになるから、こいつのこれも、おい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 、始まったようだな。やべえ、ワクワクが止まんねえや。金貯めろ金。こことかも気にならない。てかこれ何そもそも。あとドラゴンも気になるし、クソ気になることがありすぎて、あー忘れていたよ、このゲームがクソゲーだってことをな。あー、オッケーオッケーオッケー、そういうことね。ただまだ終わらないぜこれで。ここの敵も調べとかないとな。なあ、こういうさ殺すためだけに用意した場所なんだけど、ちゃんと敵はすげえ美味しく作られてたりとかな。ここでなんだ殺されるだけかつって行く人がほとんどだけど、そこで入念にここを調べたものにだけ得られるご褒美というものはなくて、ただただあのプレイヤーを殺すためだけに用意されていて本当のゴミでした。じゃあ、そろそろここと思わせといて、ここあれ違う、ここで出会ってたんだ。こっちは知らねえぞ。あ、待って、これ上陸できない。やべえ、ここめっちゃ怪しい。ここ上陸できねえわ。森って上陸できないんだ。あー、じゃあ船手に入れてここ行ったらやべえことは、海チョコボだ。おい、ナイツ・オブ・ランドがあそこに隠されてるぞ。っていうことは、どっかで海チョコボを、これちょっと育てないといけないかもしれない。やべえ、めんどくせえことが始まった。やべえ、まずはレース出て、あれだ、あの、チョコボ育てるところから始めよう。まずは、あとここな。それはそうと。ここもまだ調べてなかったじゃん。ポツンとあるこれ。これは一体何なんだろうな。洞窟だったわ。行って大丈夫か？あ、お前らか。でもやべ、こいつらも強いんだよな。こいつらと戦う前にさ、ドラゴンで装備を整えてから行こうかな。順序ってものがある。やっぱ効率がさいい方がいいから、ここで一番敵が出くわすのは森っぽいから、ここでな、ドラゴンを狩ろう。今だったらな、俺たちドラゴンスレイヤーなんだよね。言ってなかったと思うけど、俺たちってドラゴンスレイヤーなんだ。だからこの森のドラゴンを狩るための
訓練をしてきていて、特別な訓練を積んでいるんで、それが効かないんですね。おや、あまりにも来るタイミングがちょっと間違ってしまったかもしれないな。あまりに俺たちは強く なりすぎてしまったのかもしれない。ごめんな、もっと早く行く設計だったよな、お前はな。竜の剣を手に入れた。でも今更なんだろうな、多分な、これもな。いや強いんかい。いや強いんかい。え、だったらこれでさ、魔王様の素早さも上がって、魔法力も上がっちゃって、おいおいドラゴン、今の剣あと3つよこせ。いや10個よこせ。こうしてこうしてエンドフィールド、なんかもう、まあ、あれ多分これの魔王様が、あ、それでも俺の方が早いんだ。俺の素早さえぐいな。あ、てか魔王様の素早さそんなに遅いんだ。みんな、ちょ、先手取られてんじゃねえかよ。情けないな魔王。まあ、それでも魔王か、おい。そんなんじゃ魔王に勝てねえぞ俺たち。はい、楽勝。竜の剣、こいつ多分竜の剣しか落とさないんだね。まあ宝箱はどうでもいいから、俺たちのこれさらに素早くなった王様はもう誰からも先手を取られないんだ。俺たちはもう最速で行動することができるようになったと。これでな、擬態する必要なくないというか、まあ防御しといて。で、まあまあ別に擬態してもいいんだけど、最速のゼプロスティール、ダメージも上がっておりますぞ。竜の息吹ね。で、エンドフィールドと。このエンドフィールドの、エフェクトがあまりにも長いの、それがちょっと、若干のストレスではあるが、っていうか、俺たちのレベルも48なんだね、よく見たら。すごいことになっとるやん。ヒールゾーン打って。なるほどな。まあ、これで全員の、あ、こいつも装備できんのかな。お前らの強さ一体どうなっちまうんだ。俺に見せてくれ、その強さをよ。そしてこれ。まあ、必要はないとは思うんだけど、もう装備できねえや。宝箱は何にも装備できないんだね、多分ね。まあ、手足ねえもんな。じゃあこれを、まあ、いくらで売れるかも確認しつつね。あ、1100、ああ、そんなもんなんだ。3万3000にしかなんないのか。いや、これが買えるようなのだいぶ先っていうか、なんかどっかで、金作用の、お金すげえ落としてくれる敵が欲しいね、こうなってくるとね。まあまあ、とにかく、こっちは買えるようになってんだな。会心と TP、多重。まあ、多重がやっぱすげえよな、どう考えても。あ、でもよく見たら多重はなんかマイナス500になるから、実質これなのかな。まあ、少なくとも兵士はこれでいいよね。兵士はだって魔法で多分攻撃しないから、これ兵士だけはもうこれ買っちゃおうかな。TP が溜まる方が高いんだ。そっちの方が、へえ。まあでも、まあ最初、とりあえずこれ買っちゃって。あ、魔法力も上がるじゃん、これ。は？ちょっと事情が変わった。お前、魔法力も上がるんだったら、全員これ。これ全員これ。これで、これでもう魔王様の魔法がもうさらにすごいことになっちゃって、はい、出来上がりましたと。こいつなんだっけ、こいつ毒、こいつゴミか。で、目下我々の目標は12万5000円貯めることですね。で、どうやって貯めるかなんですけど、右の方にね、サンドバッグがありまして、それをひたすら殴ってるだけで、お金と経験値がすごい溜まっていくというシステムがございまして、まあ、ここでちょっと歩いていただくんですけど、まあ、ちょっと森じゃないんでね、平原なんでちょっと時間はかかるかと思われるんですが、あ、一回出てしまえばですね、もうすぐにこれを、オートマティックにですね、このクユータンがゼプロティーを撃つことになっておりまして、まあ、そうなるとどうなるかと言いますと、ものの10秒程度で3300円手に入りますし、2万1000経験値が手に入ると。これがノーリスクとなっております。こちらノーリスクで提供できる商品となってございます。たださ、ちょっと思ったんだけどさ、まあお金貯めるのもいいんだけど、一回ちょっと覗いてみよっかな。え？もう先言えバカ野郎。戻ってくることできないっていうの遅くない？ちょっとだけって、あー、なんで？ちょっとだけ覗いてみよっかって思ったけど、やめとけって言われたわ。じゃあやめとくわ。じゃあちゃんとね、
12万貯めて聖剣買おうかね。そっちが言うんだもんね。そうやってあまり俺を怒らせるな。174,214ゴールド、そしてクユータンが99レベル。なんかさ、レベルの上がり方が全然違って、魔王様ってなんかあんまレベル上がんないんだけど、クユータンすげえ勢いでレベル上がっていくから、なんか結構早い段階でレベル99いったんだよね。でもう多分攻撃力が、そうだよね、もうクユータンのが、あ、いや、いい勝負してんのか兵士と。なんかクユータンのがいいダメージ出たりするんだよな、もう。だから別に全然こいつもう後ろに置いとく必要性はあんまりないで、なんか宝箱がむしろこいつ、まあでもこいつタンク役だから実際こうなんだろうな、厳密には。で、まあこういう感じが多分理想なんだろうな。で、まあ、そんなことよりもだ、これですよこれ。まあ1個しかまだ買えないけどな、これを買って。てかちょっとお金貯めすぎて5万ぐらい余ったけど、さてこれもう2個買うかなら、頭きたから。まずこれの性能を見よう。うん、強すぎこれ誰だろうな、誰につけるのがいいんだ。まあ攻撃力がバカみたいに上がるから、まあやっぱ兵士につけてあげて、その返しの一撃でとんでもないダメージになると見せかけて、まあ魔王でしょ普通に魔王様がこれで、まあ魔法がね、さらにダメージがえぐいことになって、ちょっと一回ちょっと試し蹴りしてきていいか。っていうかね、ちょっと皆さんに見せてなかった、ちょっとカットしてると思うんですけど、まあここで借りまくってたわけですよ。で、まあここでね、ここってなんかめちゃくちゃ美味しいわけでもなくて、まあ美味しい組み合わせも来るんだけど、普通に勇者パーティーも出てくんのね、こういう感じで。でこいつら出てきた時結構めんどくせえんだけど、まずはこれをご覧ください。忘れてたと思うんですけど、みんな会心出るんすわこれ会心が出るんで、ダメージえぐいことになってるんですよね。で、まあちょっと宝箱はどうにもなんないんで一旦防御してもらって、通常攻撃で会心で4000ダメージか。あー、やっぱりめちゃくちゃ強くなるっつってもそんなもんなんだな。だったらやっぱり魔法だよね。このディストピアが今だいたいね、つける前で5000ダメージぐらい全体に与えたのね。で、俺つけてどうなるか。あ、その前にもう倒しちゃう。危ねえ。つけたことにより、8600ダメージ。だいたいまあ 1.5 倍以上、1.6 倍、7倍ぐらいダメージ量が上がっているな。さらに、皆さん、もう一つありますよね。あっちはどうかな。まあ、ちょっと天使がちょっと邪魔なんで、一体一体ちょっと羽をもいで、天使の羽をもいで、左右のな。これね、クユータンも通常攻撃エグいんだわ、今な。会心絶対出るし、まあ、竜の剣も強いっていうのもあって、もうレベル、まあ、99だからな、この程度、もうこんなもんっすわ。ね。普通にクユータンの方がダメージ出るんすわ、なんか知んないけど。兵士よりもな。で、これだ。進化したこれのダメージが一撃で500。かける20ということは、一発1万超え、1万ダメージ超え、あまりにも強すぎるなんだこの化け物は。今度からこれからこいつのことを核と呼ぼう。これからこいつの名前は魔王じゃなくて核と呼ぼう。これでも核兵器だ我々の保有する核兵器、あまりにも強すぎる。ただこれがね、まあ魔法力の上がり方を見るとやっぱり70かしか上がんない、竜の剣と比べてね。ところが攻撃力はこれ250も上がってるじゃないかと。ということは、もともと攻撃重視でやっているアタッカー、こいつとかに装備させてこいつが殴った方が強いんじゃないかという、そういう説もあるよな。それも一応見てみようか。あとはなんかハヤブサのね、2回攻撃できる指輪をつければね、さらに夢が広がるんじゃないかということもあるので、まあ見てみましょう。こいつの一撃がどのぐらいのダメージ量になっているのか。で、まあクユータンは、まあこれ打って、まあこいつはこれディストピアでいいや。一旦ね。で、まあ兵士の攻撃力を見てみましょう。普通に通常攻撃で小突くだけで、6000ダメージ。まあでも6000か。6000だったらやっぱり魔王につけるもの倒れちゃった。もう死んじゃったよ、あいつ。これ2回攻撃のやつ、夢が広がるな。おい、ちょっと待ってくださいよ。おい、せかすな、せかすな。なあ、ゆっくり楽しもうじゃないか。
なんか面白いなこのゲームな、おい。普通におもろいわ。これね、買えねえだ。あ、じゃあ買えるのか。でもなんかこれさ、めちゃくちゃ下がる。さすがにちょっとさ、セーブし、これちょっとあまりにもこれ地雷臭がすごい。これもしかしたらゴミかもしれない。これいや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 、攻撃回数増えるってお前。これじゃあこれが何、何回攻撃になってるって言うんだい。それによっては考えを変えるよ。これがね、2回攻撃になってるとかだったらもうふざけんなって思うけど、これがもし何回もすげえ攻撃するとかだったらさ、そしたら俺も考え改めるよ。まあまあまあ、まずは見してくれよお前の実力をさ。そしたらまあ前防御して、まあ殴ってもらうんだけど、これが何回攻撃になっているのか、それがミソだな。まあまずはまあまあ全員ちょっと蹴散らそうや、これでな、ちょっと周りのやつらを。いや、この勇者に対して作動だと。あ、やべ、倒しちゃわないか、大丈夫か。まあさすがに倒してないか、まだ残るでしょう。こっからです。さあどうなんだ。うん、あー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 おい、クソゲーの出来上がりだ。お待たせしました、クソゲーです。全員これだ、もう全員これ装備しろこれ。あ、でこいつが一番美味しい組み合わせ。これはもうクユータンがこれチョンって小突くだけでこれ終わりですと。はい、これで締めて、1万2000経験値、うますぎる。でだ、これ何、これ何これ一体何やってんのこれ、何やっちゃってんのこれ。なんかさ、攻撃力さ、全部開始になってたよな。攻撃回数が増えるとしか書いてないんだけど、実際は全部会心になってたし、なんかダメージ量も、あ、そうか、ダメージ量はそうか、聖剣装備してるからか。そうだよね、パラメーターはこれ、そうだよね、あの、1とかになってんだよね、実際な。うん、まあでも、そうか、魔法防御と防御力1だから、こいつ食らったら即死なのか。だから、宝箱が擬態してなんとかってことか。でも、こいつより素早さ上回って、先になんか、こう兵士小突かれたら、兵士多分めちゃくちゃダメージ食らうよね。まあ、モロハの剣なんだな。でも、いや、面白いな。面白いし、通れば勝ちだから通れば勝ちだからな、これいいね。よし、この博打でちょっとパチンコ作戦。あ、ちょ今一瞬、てかなんか、何が起こった。これあれか、あの乗り込む時とかぶったからこんな使えなくなっちゃってる。じゃあまあディストピアでちょっと時間かかるけどね。これはちょうどトロッコに乗り込もうとした瞬間だったから、あのフィールドが海になってる、あのなんか船の上で戦ってるみたいになってるけど、これ、あ、そうだよね、何もしてないのこれ、トロッコ乗ったからちょうどその瞬間にバトルになったんだ今。あー、まあまあまあ、ここが一番安いんでね。ちょっと BGM が今 BGM がちょっとおかしなことになっていたけど、まあ気にしないようにね。うーん、バグはつきものでだ。そんでもう行っちゃっていいよな、魔王様よ。あ、違う、何をやってる、ここがまだだ。やべ、 BGM が直ってね、これ一生これか。やばい、どうすれば、やばい。BGM、 何、ちょっと、あ、あなた方が、あなた方、まあまあもういいでしょ別に。なんで逃げれねえんだこいつら、レベル99やぞこっちは。どうしてもいじめられたらしいな、お前な。おめえが悪いんだからな。どうしてもいじめられてらしいな、俺たちに。てめえが悪いんだからな、おい。自ら死を選びやがってバカ野郎どもが。地獄に叩き落とす。まずは手足をもぐ。あれ、倒せなかった。倒せなかったけど、まあ真ん中落ちるから、まあまあまあ、あとはね、回復することしか脳がない、ゴミしか残らないんで。あ、配信が最初の2発だけ、残りは別に、ん、強い、まあ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 強いよな、でもまあ強いよね、だって今だけで1万ダメージ与えてたし、最初の2発だけ会心出てたの。あ、もともと兵士が会心率高いからだ。こいつ会心めっちゃ出すもんな、必殺でめちゃ会心で。あ、だからめちゃめちゃさ、
俺意図せずしてめちゃめちゃいい組み合わせ選んだのかもしれないね。ちょっと一撃じゃ倒せない。まあてか殴りゃいいんだ。そうだ、殴ればいいんだ。俺たちは返し絶対返しに出ると殴りゃいいんだ。何を考える必要があったんだ。殴れば終わりな。おいしい。ちょっとこいつ何っていうか、なんか嫌な予感すげえするんだけど。てかこれ、え、今のいるこいつ何、うんそんな気はしてたんだよね。あまりにもなんかさ、 BGM どうしたら直んのこれうん、いるいるよねそうだよね、こいつも動かないけどダメなんだよね、もちろんね、うん。なんなんだここは。あれ、ここの BGM ってこうだったっけ、覚えてねえんだけど。うーわー、あははは、現れた何こいつら、え、こいつらのが美味しいみたいな話あるかな。これでこいつらのがなんか経験値とかお金美味しかったら今まで何だったんだってなるんだけど。え、めっちゃ雑魚じゃん。え、これでめっちゃお金とか経験値もらえたら今まで何だったんだってなるから、やめてな、やめろよ、やめろよ。ああ今までは何だったんだ、14万、お金も36000、あいつでいいだろうが。じゃあ一生あいつ出てこいよ。おめえじゃねえっつってんだろうが。もうなんでこいつは逃げれない仕様になってんだこいつマジでゴミなんだけど、時間だけ取っていく。てか兵士殴ってくんない、兵士がどのぐらいダメージ。あ、でもこんな今周りが70とか80に対して兵士だけ300ぐらいダメージ食らったけど、そのぐらいでいいんだったらね、得られた恩恵の方が、あ、ああ、もう驚かないよ別にね、うん。多分死ぬだろうなと思って入ったしね、俺もね。一応な、一応確認しとこうと思って入っただけであって、さっきのやつが美味しすぎてさ、さっきのやつ以外がさ、もうマジでさ、存在価値、これ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 こいつ以外の価値がもうなくなっちゃったのね、こいつがすごすぎて。こいつかこいつ以外かみたいな話になる。もうローランドみたいになっちゃってんの。こいつかこいつ以外か、俺か俺以外かみたいになっちゃってるのね。俺以外、こいつ以外のやつのマジ価値がもうマジでないの。これがだってさ、一発これだもん。じゃあもうこれでいいじゃん。で、これ以外はもう逃げりゃいいじゃんってなるじゃん、そんなん。それはしょうがなくない？あぶね、ここ地味に難しくない？あー、お前も、まあまあ、お前はな、うん。お前はまあ許そう。うん、こいつもワンタンですぐ終わるし。ただこいつね、意外とね、経験値はうまいんだけど、お金は落とさないんだよね。このように3300、2万1000の3300。逆に勇者たちは、2万、経験値2万ぐらいの、お金も1万ぐらい落とすんで、でもこの組み合わせありじゃない？めんどくさいかなって一瞬思ったけど、こいつが真の勇者殴れば終わるし、で、こいつもこれ殴りゃ終わるし、てかまあ全員殴りゃ終わるし、こいつが先手取るのか。まあまあちょっとそれだるいけど、これで終わりだから。やばすぎる、兵士がやばすぎる。あ、そうだよね。あいつ一体がめちゃくちゃ経験値落とすから美味しいな。経験値もお金も。まあ一番美味しいのはあいつ8体セットだけど、来い。ああ、まあ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 いいでしょう、これでも。これでもいいでしょう。あとは殴って終わりと。兵士の素早さをどうにかしてあげれたらな。そしたらもう完全無敵になる。まあ、ただ強すぎるからな、そうなるとな。まあこれでも十分か。だ、会心がだから出る確率によって、会心って隠しステータスなのかな。これ出てないもんね、運も1だし。多分隠しステータスで100年に10人の逸材なんだこいつ。まあまあおるんか、10、まあ結局10年に1度か。うん、まあまあでも、まあまあでも、クイユータよりすごいよね。クイユータ2年に1人でしょ、確か。まあまあいるんだよな。まあ、いない方ではあるんだけど、ぼちぼち現れる。んで、まあこれね、敵でもパチンコできる。敵でも一喜一憂できる。まあそれも楽しいじゃない。でこれでさ、でもさ、お金結構貯まったからさ、また、また政権変えちゃうわ。やべえや。政権も変えるし、なんならまた、もう左の方にお前隅っこにいるんだね。あれ、ちょっと水の精霊？あ、これはでも四天王じゃないのか。水の精霊だもんな。まあ殴りは終わりなんですけどね、多分。
負けるわけねえだろ。やりなさい、兵士。はい、開始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 。まあ、今日からこいつのことはアリーナ姫と呼びます。てかアリーナ姫よりやべ、なんだこいつ、どこから誰か。ぐわー、ちょ、危ない危ない危ない。ちょ、お前のなんか話聞いてる場合じゃねえんで、こいつ上から来るから、こいつが、こいつのがよっぽど強いんだから、これ世界でこいつが一番強いんだから。あっぶね、当たった。あー、ありがとうね、最高だよ、君たちに会いたかったんだ。はい、締めて、十何万の経験値と、3万のお金と。たまらん最高だ、10万4000、最高すぎ。あもうセットで来るのかよ、天国と地獄かよ。せっかくあいつ出てきたそっちも当たるのねえ。今崖挟んでたよな、今な。崖っていうか、そのこの何、高低差を挟んで。もうお前はええんや。これで全部行ったかな。行ったね。帰り道も危ないから気をつけろ。なんだそのフォーメーションは。やめて、もう。やっと逃げ出せた。なんだったんだここは。結局よくわからない、まあ、このゲームはストーリーとかないからよくわかんない。なんだったんだ、水の妖精がいただけか。シェンノってわけでもないっぽいしな、妖精ってことは。まあ、そんなことよりもだ、ここだ。これで2丁目の聖剣。こうなってくるとコンプリートしたい欲が出てくるな。頑張りゃいけるもんな、すぐコンプリートしちゃうか。あーし、ちょっと貯めすぎちまったな。25万。これで最後の聖剣を買ってもまだ12万残ります。で、まあまずはこれを装備させましょうか。あ、これちょっと素早さ落ちるんだな。まあ20程度だけど、一番全部完全上位互換ってわけじゃねえんだ。で、この多重の指輪の一つ上の TP の指輪、これもまだ買ってないですよね。これの性能をちょっと見てみましょうか。この会心の指輪と比べて、TP の指輪、あー下がるのか、魔法力だったらいいかな。うん、あとはこの多重の指輪を他の人もつけるかどうかなんだけど、まあ、別にクイユタンと魔王様は聖剣でぶん殴るタイプっていうよりは、あーまあでもそうだな、回復役だからな、クイユタンは。で、魔王様は魔法攻撃役だから、これでいいんじゃないかな。今のこの装備が最強な気がする。めっちゃ金余っちゃったけど11万。まあ、せっかくだから、じゃあここの8000円の矢では止まるか。あ、てかそういえばここ、なるほど、今となってはこんな金額ねまあせっかくだから、ハイすぎるとか一通りこうやって覚えてもらって、オッケー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 。で、宝箱はいいかな。で、高すぎる宿屋にも泊まるか。もういいやろな、もうええやろ。これ以上俺たちはもう強くなることができない。行こう、いよいよな。ちなみにもう二度と戻ってくることはできない。で、気をつけろ、これ多分落ちたら死ぬから。いくら ?3200 よ。あそこのが高えじゃねえかよ、おい。そんなもんなのか。で、これ小刻みになんだちょっと微妙な敵とか。そういえば魔王界まあ適当に殴ってみるか。おい魔王様よ、どのくらいの強さなん。ああ、なんだ、経験値も金もしょぼすぎる。一体何だったんだ今までのは。おいおいおい、修行しすぎて強くなりすぎちまったか。おい、敵が弱すぎて話にならんな。こんなんじゃ魔王様もよ、おい、ちょっと期待できないっすね。え、ここ最後だよね。は、あーびっくりしたお前宿屋じゃねえのかよってなったけど、なるほどね、たまたま出ただけか。これ宿屋、あーはいはい。え、これはデバッグ端末は。じゃあ1、2、5、4、6かな。パスワードが違います残すな、こんなものデバッグ用のやれを残すなよ、そのままにしとくなよお主が魔王でござるな、確保するでござる。お前そんな口調だったんだ、初めて喋ったよね。っていうかスライム、え、エカスゲン、やでよかせ、絶対違うだろこれ。え、こいつらラスボスなの。え絵じゃねえんだよ。まあでも全力でやるか。こいつらこんな見た目しといてバカみたいな強さの可能性あるからな、ワンチャン。
じゃあまあ絵から行くか。宿屋ちょっとかわいそうだからな、正直。巻き込まれてる中な、巻き込み事故みたいなとこあるからな。絵を倒そう、絵を。で、まあエンドフィールド行っとく。え、お前絵とか言いながら一撃で倒れないで、お前結構強いじゃねえかよ。全力で絵に攻撃してるね。もう何ダメージ当たったか分かんない。お前普通に攻撃してくるじゃねえか。困惑してるふりしてるけど、お前普通にさ結構殺意あるじゃねえかよ。いや普通に強いやんけ。あぶね。しかも様子見てるぞ、左のやつ。怖えぞあいつ。もしかしたらクソ強いかもしんねえぞ。おい、宿屋、左の宿屋もちょっと油断ならねえぞあいつ。気をつけろ。あいつも強い可能性あるから、ディスピアの方がいいかな。どうなんだろう、さすがに。どうなんだろう、ディスピアって今どのぐらいダメージ与えれるんだ。あー、え、あ、倒しちゃった。え、こいつ強っ。てか宿屋宿屋強っ。あー、倒した。あ、勝ちましたけど。普通に経験値とお金が手に入るところからして、私がやられても第2第3の宿屋が現れる。こうして終わるんかい。経験値とお金が手に入るから、なんかまだ続くのかと思った。こうして勇者の活躍により世界に平和が訪れたのだ。本当に、なんで勝手に動き回んの、ね、なんで勝手に動き回る、なんで落ちるんだよ。俺なんもしない。はぁ、嘘でしょ。は、え、俺制御できなかったよね今。は、倒した倒した。で、こっからだよ。気をつける。こっからが本番だからな。動くから、こいつら。勝手に動くからな。動くね。本当に。うわ、違う違う、無理だ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 。え、無理だったよ。え、無理だったって。は、はい、ということで、いいのかな、もうわかんない。あまりにも普通の RPG でした。これで終わっていいのかもわからないけど、とりあえず締めます。念のため、もう一回だけ確認していいか。最後にもう一回だけ。